日本人墓地とは、様々な理由により、日本以外の国や地域で亡くなった、日本人や、元日本人を葬る多くの墓がある場所、埋葬地、または墓地である。戦争、移住、帰化、から勇気さんと呼ばれた、人たち、捕虜、また職業上の理由でなどこうし、そこに居住したり、滞在中に亡くなった人々の墓地、また旅行中の不慮の事故で死亡した者が、 日本人墓地に葬られることもある。古くは14世紀中頃から18世紀頃まで、アユタヤにあった、山田長政などをはじめとする、アユタヤ日本人町の住人たちの墓地がある。1917年、日英同盟による、地中海での戦死やロシア沿海地方には、シベリア抑留日本人戦没者、数万人の墓地や、埋葬地が、各所にある。 南方諸島のさらに南のフィリピン諸島、ニューギニア、太平洋諸島などは、太平洋戦争の激戦地であったが、そこには墓や墓地ともなっておらず、葬られていない遺体が、現在も100万以上あるともされている。これら過去に戦地となった地域には、たびたび、日本から、遺族や戦友が、戦死者遺体収容団や遺骨収集団として行っているが、 時の経過とともに収集は困難となっている。ここでは、日本以外の地域にある戦没者やその他の人々の、慰霊等、慰霊碑や、戦没者の碑また、無名戦士の墓や無縁物なども合わせて記す。墓地の所在地と、その故障は50音の順都市六大集別の、一覧アフガニスタンウズベキスタン日本人墓地は、計13箇所ほどある。 タシュケント市の薬カサライ地区にある日本人墓地カザフスタンカンボジアシンガポールスリランカインドインドネシア大王国大韓民国タジキスタン中華民国台湾中華人民共和国朝鮮民主主義人民共和国第二次世界大戦前後に朝鮮民主主義人民共和国で亡くなった人たちの墓地埋葬地ネパールフィリピン共和国太平洋戦争激戦地の 一つとして、数多くの慰霊碑などがあるタクロバンのマドンナ・マリア、観音タクロバンカン・フラウ・ヒルの、平和記念日ブータンベトナム社会主義共和国マレーシア、マレーシア・ミャンマー・モンゴル国労働力不足、解消目的に、モンゴル国政府の要請で1945年10月と12月2回、シベリア抑留日本人、計1 2 318人が移送され労働を課せられ、 1600人以上が死亡。日本人墓地はカキを含め16カ所にある。ラオスロシアほとんどはシベリア抑留日本人戦没者。マダガスカルオーストラリア西オーストラリア州ブルームの日本人墓地サイパン島、パプアニューギニアパラオマーシャル諸島共和国北、マリアナ諸島ガダルカナル島グアム島、ニューカレドニアニュージーランドアメリカ。 合衆国ドミニカ共和国ブラジルペルーボリビアイギリスマルタ共和国マルタ共和国カルカラの英国海軍墓地内の大日本帝国第二特務艦隊戦死者の墓ロシアありがとうございます